この間さ、影井くんと打ち合わせしたんだよね。で、男2人がそこにいて、なんか話し声聞こえて、いつも積み聞きしたの。その人たちのお題というか、話が、特定の彼女を作らない男と、その友達なの。すごいなんか、モテるっぽい感じの男なの。この間、そのクラブで出会った、なになにちゃんがいて、みたいな。その子とご飯行ったんだけど、俺はただご飯が食べたくて行ってるんだけど、その子はその気になっちゃってて、正直申し訳ない。俺モテるんだけどみたいな。まあそれだからね。そう。告白もされてないです。そうそう。まだ。でその男の子が女の子が勝手にいろいろ話頭の中で進めてるのかもねみたいなその友達が言って。でその後にもう一人キャバ嬢なんかの誰々ちゃんともご飯行って。その子もなんか正直付き合いたいみたいな感じみたいな。みたいな。そうそうなんか4人ぐらいいるんだってその男は。めっちゃモテる。そうめっちゃモテるじゃん。でも正直俺は付き合う気ない、うん、誰とも付き合う気ない、うん、申し訳ないみたいな申し訳ないそうだったらじゃあ遊ぶなよって感じじゃん。うんでその友達が出した答えね、うん、じゃあ全員と付き合ってみたらって言ったもうその中でふるいにかけて真剣で付き合いたいって子が残るかもしれない、うんうん、でその男が俺めんどくさがり屋だから付き合うまでの覚悟はできてないんだよねみたいな、うん、今の月一で一人一人会っていくのが一番楽みたいな、うんこいつ自分に甘えてんなって甘えてるよでも、そ、え？悪いの？それってでももてあそんでるじゃん絶対体の関係あるわけやあセフレいっぱいってことそういうことかそうそうその男は一人の女の子にエネルギーを使いすぎるのが嫌だから俺は省エネでいきたいって言ってた省エネって他のことに支障が出るから嫌なんだってえぇ、ー、わがままだよね